夫以上の人は現れないと思っていました。あの出会いをするまでは。私の名前は妙子です。近所のスーパーの惣菜部門でパートをしながら生活している62歳です。13歳年上だった夫は1年前に病気で亡くなってしまいました。結婚当初はそれはそれは私の両親から結婚を反対されたものです。そんなに年上の人と結婚したら、あなたの老後は一人よ、とか、恋愛中はいいかもしれないけど、結婚したら世代間のギャップがいろいろと出てきて苦労するわよ、などとかなり言われていました。いざ結婚生活が始まってみると、私はその世代間ギャップが面白くて、そこに関しては何の苦労もありませんでした。しかし、体の衰えだけはどうやっても縮まることはありません。夫が70歳を過ぎた頃から、老化を感じることが明らかに多くなっていきました。これが両親が言っていたことか、と思いましたが、だからといってそれで結婚をしないという選択は、あの頃を振り返っても私にはなかったと思います。そして夫が亡くなり、私は62歳にして、これから先一人で老後を過ごすことになったのです。彼と出会わなければ。私は近所のスーパーでパートをしているのですが、実はそれまで勤めていたレストランの業績が悪く、倒産してしまい、この年になって新たな場所で働かなくてはならなくなったのです。そのため、仕事に慣れるのも一苦労。年齢のせいで物を覚えるのも遅いため、親子ほど年の離れた上司に何度も頭を下げながら同じことを教わり、また同じ作業を教えなきゃいけないの？昨日も教えましたよね、と怒られる日々でした。それから数ヶ月経ったある日、私が揚げ物を店頭に並べていた時のことです。すみません。ここのお店の唐揚げ、味が変わりました？とても美味しくなったので。と言われたのです。その頃私は唐揚げを担当しており、やっと一人で調理をさせてもらえるようになっていたところでした。初めてお客さんの感想が聞け、努力し続けた甲斐があったと思った矢先です。奥の調理場から、ほら、おばさん、さっさと戻ってきてよ。他の惣菜も出来上がったのが溜まってるんだから。と怒号が飛んできました。お客様に聞こえるような大声で言わなくてもいいじゃない、と思っていると、唐揚げを褒めてくれた方が、頑張ってくださいね、と小さな声で言い、その場を後にしたのです。惣菜売り場から離れていくその男性を見て、私にも息子がいたら、こんな感じだったのかな、と思ってしまいました。実は、私と夫の間には子供がいませんでした。結婚したのもそんなに若くありませんでしたし、夫は13歳年上ですから、いろいろと考えているうちに、出産適齢期が過ぎてしまったという感じでしょうか。今思えば、無理をしてでも子供を産んでおくべきだったのか、と思うこともあります。こういう思いがあるから、息子のような年代の男性を見るとそう思ってしまうのかもしれません。その男性は頻繁にスーパーに買い物に来てはお惣菜を買っていきました。失礼かと思ったのですが、品出しの際にその男性の買い物かごの中を見たこともありますが、いつ見ても野菜は入っておらず、サラダコーナーも素通りしていきます。独身なのかな？一応料理はするみたいだけど、おせっかいかもしれないけど、もっと野菜を取った方が、と母心まで抱くようになったある日のことです。その日は仕事が休みで外出していたのですが、その帰り際にあの男性が喫茶店の窓際に座り、5歳くらいの女の子にパフェを食べさせているところを目撃したのです。
まさか子供？そんなわけないよね。結婚しているのなら奥さんが料理を作るだろうし、あんな偏ったものばかり買わないはず。そんなことを思い、私は罪悪感を感じつつも同じ喫茶店の中に入り、二人の会話を聞いてみることにしました。私が席に着いて数分後のことでした。5歳くらいの女の子が、パパ、おいしいね、と言ったのです。パパ？一瞬耳を疑ったものの、それならどうして毎回惣菜を買う必要があるのだろう、と思っていると、今度ママはいつ帰ってくるの？と女の子に聞かれ、明らかに子供騙しの返答をしていたのです。いても立ってもいられなくなり、偶然を装うように私の席からその男性の席に顔を出し、こんにちは、〇〇スーパーのお惣菜コーナーで働いているものですが、わかりますか？おせっかいは承知なんですが、子供がいるんだったらもっとちゃんとしたものを食べさせた方がいいのでは。息子のような男性とその子供のことがかなり気になって仕方がなかったのでしょう。今思うと随分大胆な行動をしたなとは思います。その男性がどんな反応をするのか、急に緊張してきたのですが、彼は愛想笑いを見せながら、確かにそうですよね。でも俺、料理とかできないし、お恥ずかしい話、妻も家を空けることが多いから、惣菜か外食するしかないんです。と寂しげに言ったのです。その顔を見て私は、じゃあ明日からスーパーに入る前に奥の勝手口に来て。私でよければ手作りのお弁当を作るから。とこれまた大胆なことを言ってしまったのです。すると彼は戸惑いを隠しきれない様子だったので、もちろんお金はいらないですよ。私一人暮らしなのよ。せっかくご飯を作ってもいつも余らせちゃうの。だからあなた方にお弁当を作った方が無駄にならなくていいし、作りがいもあるわ、と伝えたのです。その後私は彼とその子供を連れて喫茶店を出て、お店の勝手口まで案内し、翌日から二人のためにお弁当を作りました。作っている間は二人がどんな反応をするかと考えるのが楽しく、日常生活にもメリハリが生まれました。ある日のことです。いつものように勝手口でお弁当を渡した際に、男性から、何かお礼がしたいので連絡先を交換していただけませんか、と言われました。お礼なんて、と言いながら、私の心臓は思春期の女の子のようにドキドキとしていました。連絡先を交換して以来、彼は、野菜嫌いな娘がお弁当に入っていた野菜を食べてくれた、などと頻繁に報告してくれました。私も嬉しくなり、ますます料理の腕に磨きをかけるようになりましたが、やはり気がかりなのは奥さんの存在です。なぜ奥さんがいるのに、家庭の味にこんなにも飢えているのかと思っていた時のことです。彼から、妻は家庭より仕事優先な人で、帰ってくるのもいつも深夜帯だということを聞かされたのです。また職種的に男性との接触も多く、飲み会だけにとどまらず旅行にも行ってしまうというのです。浮気の可能性もあるけれど、奥さんから仕事なんだからしょうがないでしょと言われれば、それを信じるしかない状態だと。まだ子供も小さいのに、もしかしたら今で言うネグレクトというものなのかもしれません。それを聞いた私は、お弁当以外にも温かな料理を食べさせたいと思うようになり、私の家で料理を作って振る舞うようにもなっていったのです。料理を振る舞っていたある日、彼はうつむきながらに、本当に妙子さんの料理は美味しいし、
いつもきれいにされていて年齢を感じさせませんね、と言われたので、こんなおばさんにお世辞を言っても通用しないわよ、と笑いながら言うと、真剣な顔つきで、お世辞なんかじゃありません、俺いつもそう思ってます、お店でも怒られつつも必死に頑張っている妙子さんをずっと見てきました、そんな姿も大好きです、俺既婚者だから結婚とかはできませんけど、妻への愛情は冷めています、こんな俺でよければなんですが、お付き合いしていただけませんか、と言ってきたのです。確かに彼は優しい好青年、しかし私は62歳です。私を家政婦にしたいために言っているのだろうか、そう思い、からかうのはやめてよね、私はおばさんだから恋愛対象にならないってことくらいわかってる、家政婦にはもってこいかもしれないけどね、と言うと真剣な顔つきで、そんな家政婦だなんて、俺は本気です、妙子さんの優しいところも含めて好きになりました、考えていただけませんか、と言われ、半信半疑ではありましたが、彼への気持ちが日に日に深くなっていた私は、思い切って交際してみることにしたのです。交際中は彼、そして連れ子と3人で外出したり、時には幼稚園の行事に参加したりもしましたが、幼稚園の保護者や見ず知らずの人に彼の母親と思われているのか、おばあちゃんと一緒でいいねと連れ子に話しかけているのを見たり聞いたりしたことはたびたびあります。確かに連れ子と一緒に公園で遊んでいても体力的な衰えがあり、ブランコを長時間押すのも一苦労します。それでも彼が理解してくれ、きついのに面倒を見てくれてありがとうとねぎらってくれ、頭を優しく撫でてくれます。彼に頭を撫でられると落ち着き、62歳という年齢も忘れ、おばさんから女性になってしまうのです。そして連れ子が寝静まると、優しく体を求めてくれます。はじめは62歳という年齢、そしてそれ相応の体の老化を息子のような年代の彼がどう思うのか不安でしたが、彼は本当に私のことを大切に扱ってくれ、無理なことはせず、私のペースでゆっくりと愛してくれたのです。何より、妙子、俺の前だけでは年齢を気にせず無邪気でいていいんだからね、と言ってくれ、年齢がゆえの葛藤を消し去ってくれました。そんな感じで半年ほど過ごしていたのですが、彼の奥さんと鉢合わせをすることもなく、奥さんは本当に無責任な人なんだろうと思っていました。そんな時彼から、娘のためにも今のままの関係じゃいけないと思う、妙子、妻とは離婚するから俺と結婚しよう、と言ってきたのです。その頃には私はもう彼の虜で、連れ子の面倒を見るのは大変だけど、彼と少しでも長くいたいと思っていました。他人から彼の母親と見られたり、おばあちゃんと見られても構わない、彼さえ支えてくれればそれでいい、とすら思えるようになっていました。けれど彼の奥さんがすんなりと離婚に応じてくれず、やっと結婚できたのはプロポーズされてから1年後のことでした。その後私たちは戸籍だけ入籍し、連れ子と3人の生活が始まりました。何を隠そう、彼の母親がすでに他界していたのが幸いだったのかもしれません。健在なら高齢の私を嫁に迎えることなど絶対に反対されたはずですから。一緒に住むようになってから、彼は頻繁に家に同僚を連れてきました。理由を聞くと、意外とみんな家庭の味に飢えているというのです。だから私の作る家庭的で美味しい料理を
みんなに食べてほしいと思って、と言っていました。私が料理を振る舞うと、同僚の方は本当に喜んでくれましたし、彼もまた私を自慢してくれました。そのことがとても嬉しく、年の差なんて気にせず、彼と結婚して本当に良かったとつくづく思っていました。しかし入籍して3年が過ぎた頃のことです。いつも定時に帰ってきてくれていた彼が、仕事を理由に深夜まで残業する日が続きました。前までそんなことはなかったのにと思い聞いてみたところ、残業続きで子供の世話も任せっぱなしで悪い、でも俺近々昇格できそうなんだ、それまで大変かと思うけど頼むな、とのことでした。ある日娘の通う小学校で運動会が開催されることになりました。正直若い父兄と顔を合わせるのが辛く、彼だけに行ってもらいたかったのですが、どうしても彼が行けないというので私が参加することになったのです。運動会には親子競技がありましたが、どんなに頑張ってもやはり若さには勝てず最下位、中にはクスクスと笑い声まで聞こえてきました。娘に悪いと思い、何度もごめんねと言うと、娘は、なんでパパは来てくれなかったの？パパが良かったのに。お友達から運動会にはおばあちゃんが来たのって言われて恥ずかしかった、と言われてしまいました。結婚してからはなるべく若く見られるよう、おしゃれには気を使っていたつもりです。しかし娘のこの言葉があまりにも衝撃が大きく、私だって一生懸命やってるのよ。子育ても未経験だし、痛い体に鞭を打ってまで頑張ってる。なのにそんなわがまま言わないでちょうだい。と初めて娘を怒鳴ってしまいました。私が悪かったと反省して、夕飯は娘の好物を作って出しても笑顔を見せてくれません。結局その日は仲直りできないまま娘は寝てしまいました。彼は仕事中だとは思いましたが、いつも帰りが遅く、ろくに話もできない日々が続いていたので、今日のことはどうしても話をしたいと思い電話をかけたのです。数回呼び出し音が鳴りましたが、待っていても出なかったので切ろうとした瞬間、もしもし、と女性の声がしました。かけ違いかと思い番号を確認するも、彼のスマホです。必死に理解しようと声を失っていると、あんたが奥さん？話は聞いてるよ。今あんたの旦那さんといい関係なの。私、彼を諦めるつもりはないからさっさと離婚してよ。おばさんの出しゃばる幕じゃないんだけど。と畳みかけるように言われたので、私は急に震え出し、恐る恐る、それは浮気ってことでいいのかしら？いつから？と聞き返しました。すると悪びれた様子も見せずに、そうに決まってるでしょ。わざわざ電話に出てやったんだから感謝しなさいよ。と言うと、電話口からドアの開く声が聞こえ、彼の、やばい、何してるんだ！と慌てる声も聞こえたかと思うと、太鼓ごめん、これには深い事情が。と言い訳を始めたので、怒りの頂点に達した私は、いつから不貞関係があったのかや、相手の素性を吐かせました。相手の女は彼と同じ会社で事務をしている女性でした。私はあなただけを信じていたのに、どうして？やっぱり若い子の方がいいの？娘にも今日年齢のことでショックなことを言われたから話を聞いてほしかったのに。今日が仕事っていうのも嘘なの？娘の運動会でしょ今日は。とことん彼を責めました。それからは彼の行動や言動、すべてが疎ましく思いました。確かに娘のことを思えば若い母親が適切でしょう。それに私は今後介護が必要になって
彼にも迷惑をかけてしまう。そう思うと私の方から身を引いた方がいいと思い、離婚を決意しました。彼は最後まで私に謝罪し、今後の生活を心配してくれましたが、そんな優しさも当時の私には辛かったことを覚えています。離婚してからは一生涯一人で過ごしていくんだと心に誓い、スーパーのパートを辞めた後、誰にも行き先を告げずに田舎に引っ越しました。現在は小さな古民家レストランを一人で経営しながらの生活をしています。決して繁盛しているわけではありませんが、近所の住人から愛され、生活には困らない暮らしができています。そんな感じで半年過ぎた頃、いつものように仕事をしていた時、ある親子が店に入ってきたのです。そうです、彼と娘です。来店した時、心臓が止まるかと思いましたが、どうしてここにいることが分かったのかを聞くと、以前遊びに来た同僚の実家がここの近くで、先日食べに来たところ、あの時ご馳走してもらった料理の味とすごく似ていて、顔はうろ覚えだったがきっとそうだろうと確信したというのです。すると彼は真剣な顔つきで、あの時は本当にすまなかった、妙子と離れてみて改めて妙子の大切さに気づかされた、最後まで俺が面倒を見たいと言ってくれたのです。すると娘も勢いよく私に抱きつき、あの時は本当にごめんなさい、またおいしいご飯が食べたいと涙ながらに言ってきました。生きる上で食事というものはとても大切なことです。ましてまだ小学生のこの子の成長を考えると、バランスのいいご飯を食べさせてあげたい、そんな気持ちが強かったと思います。じゃあここで一緒に働いてくれるなら再婚してもいいわよ、この町には若い女性なんていないけど、とちょっぴり皮肉を込めて言うと、もちろんそのつもりでここに来た、娘もそれでいいと言ってると言ってくれました。子供も少ない田舎だったため、近隣住民は娘のことをとても可愛がってくれ、娘自身も楽しく学校に通っています。こうやっていつまで二人と一緒にいられるかわかりませんが、思い出を大切に生きていこうと思っています。それにしても、私はどうしてこうも年が離れた人と縁があるのでしょう。13歳と年上だった夫もきっと天国で笑って見ていることでしょうね。